皆さんこんにちは、ゆっくりです。今回は Steam のゲーム、チャンジをやっていきます。Twitter でおすすめされたのでセールで購入しました。ちなみにリアループ主は獣好きなんですって、あなたにはお似合いね。それではやっていきましょう。このゲームはフィクションです。実際の人物、団体、国や地域、企業及び事件とは一切関係ありません。なお、ゲーム内ではストーリーに必要な最低限のヒントしか与えられません。詰まった場合、攻略ページを利用してください。早口の後、っていう。振り、聞こえるよねー。おっと、難易度設定ですか。初見ならイージーをやるのがベストでしょうけど、せっかくだから、俺はこのノーマルモードを選ぶぜ。そういえば確かイージーを選ぶと最後まで遊べれないんでしたね。なぜかは知りませんが。いきなりセーブ、もちろんします。さてさて、よくわからない研究所にいますがさっさと脱出しちゃいましょう。ところでこれは何かな？触って、見ましょう。あ、これあかんやつだわ。これはもう、ダメですね。体が軽い。こんな気持ち初めて。もう何も怖くない。おめでとう、あなたの体は粘液の化け物になった。つい興味本位でやっちゃうんだ。仕方がないね。で、換気口からなんか聞こえるみたい。え、なんか来るの？這いずり音がするって。まあいいや、離れましょう。他のところを調べてみますか。ちょ、待て。畜生め。まさかいきなり敵が出てくるとは思わなかったわ。そしてシフトでダッシュはすでに知ってます。いくらお腹空いてもそれを食べるのはさすがに無理。ごめんなさい、すでに触っちゃいました。これがドッキリだったら完成度高すぎでしょ。大丈夫、もう触っちゃいましたので。じゃあもう用ないので出ましょう。
出られなかったよ。ええ、どうしよう。何か手がかりがあるものなんてなさそうだし。まさかあの通気口を調べろと？まあ、やってみましょうか。さて少し距離取りましょう。あ、これでフラグが立って出られたり、しませんよね。知ってました。早くあのスライム出てこないかな？来た来た、さてこいつをどうしたものか。と考えてたらなんか解決できた。そう言われても出られないんですよ。あ、あいつが出た通気口に何かあるかな？やっぱりあったわ。よしこれで出られるようになったね。確かにその格好だと震えますよね。出た頃には風邪ひきそう。さてさて、あの機械から調べようか。パスワード知らんので適当に。まあ合ってるはずないか。おやおや、ここもだいぶ物が散乱してるね。新型感染症？最近ってことはこの研究所誰かいるってことだよね。遺伝子変化ってそれ危なくない？変にそれやって失敗したら大変なことになるんじゃ、と思ったけど、この状態じゃもう手遅れか。その結果がこれである。あっちゃー。この子もこうなっちゃったか。別に命に別状はないから、なっちゃってもいいんじゃない？まあそうですよね。F12 でリセットね。でも最後の行がすごく気になる。お、ってことはセーブポイントか。これは助かる。さて隣の部屋はっと。お邪魔しましたー。いや待て何あの数、あれ避けて通るのは不可能でしょ。ほら言わんこっちゃない。あらら、これはヒントになりそうね。もういろいろダメじゃないですか。おやおや、これは後に出会うフラグかな？サンプル、もしかして主人公のこと？この部屋には何があるかな？あ、何かある。ついでにスライムがいる。まんまとはめられた畜生め。なんとか出れた。
てかやばい、さっきからトラップが多すぎる。もう一度あのスライムがたくさんの部屋を見に行こう。なかなか行けるタイミングがないなぁ。は？え、え？ある意味ハッピーエンド。まさか数回部屋を出入りしたらゲームオーバーなるなんて初めて見たわ。あとこれ周りの段ボールのおかげでこっちに来れないことに気づいたわ。フェイントしてた意味ね。これ操作説明かよ。アルトとエンターは何だろう。試してみますか。ポチ。まさかフルスクリーン機能だったとは、おかげで一度録画を切りました。で、あの部屋はあれ以外なさそうですね。マジでこれクリアするまで数百回ぐらいリトライするんじゃないかな。おお、バルコニーだ。そして景色がよく見える。廃墟？街が廃墟に、それほど時間が経ってるってことかな。誰も助けは来ないという絶望。猫？あ、そういえばなんかの記録に屋上に猫がいるって書いてたような。いつか出会うかなと思ったけどこんなに早く出会うとは。山猫でっか？目と目が合う。瞬間にいい。好きだーと気づいたー。
見た目も中身も完全に猫になってしまった。残念、彼の物語はここで終わってしまった。いやあ、ここまでポンポンゲームオーバーになるとは予想しなかったわ。高難易度とは知ってたけど、これほどとはね。で、これ気づいちゃいました。床がちゃんと数字になってますね、これ。それなら答えはわかりました。答えは7、1、4、2、1ですね。OK。はーい。いやいや、ちょっと。まさか敵が出てくるとは、それに自分から開けに来るなんて、とりあえずどこかの部屋に逃げよう。あ、その前に、この入力を保存しておきますか。何回かやられるかもしれないし。わざと一つの数字を間違えて、セーブする。こうすればリトライするたびに全部入力する手間が省けるよ。ではバルコニーへ逃げましょうか。え、こっちじゃないってお前。左の部屋は、やっぱりこっちも行けないのかよ。いやあ、なかなか難しいですなこのゲーム。でもあんまり苦痛を感じないから困る。よし行けた。なんか倉庫みたいなとこに着いた。そして奥に可愛い猫がいる。なるほど、決定キーで段ボールを押せると、さてあの猫に話しかけてみますか。おわあ、なんじゃそやあ。こんなところにセーブあったんですね。気づきませんでしたわ。とりあえず近づかないでおこう。まあ追いかけてきますよねー。てか足早。なるほど、しばらくすると一定時間移動速度が遅くなると、これならなんとかなるかも。そこ隙間あるのかよー。そんな大事なこと入り口に貼っておけよー。地形の複雑と猫の速さが合わさって最強に見える。だが、今度こそ突破してみせるよ。お、ハマってる。今がチャンス。あとは塞いで、ギリギリ間に合った。さてこれでもう安心だね。ほんとひどい設計だよ。なんでこんなに複雑なの？夏の時地獄になるんじゃ。さて突破できてよかった。
果たして無事脱出できるのか。ん？え？ちょ、とにかく連打。よかった、まさかクイックタイムイベントが出るとは。水の音って、まさかあのスライムたちが、もう一度セーブしますか。くっだ。え、くら、ほとんど見えないんだけど。しかも戻れなくなってるし。あっちゃー、この研究者も犠牲になりましたね。だいぶ外暗くなりましたね。でもなんでこの部屋は電気ついてないんだろう。手段ってまさか、遺伝子変化の？なんかいるけど、その前に記録書を読んでみましょう。なるほど、感染源は人間だから、動物にしようとしたんですね、結果うまくいかなかったと。彼らの仲間に入っていいなら食べてもいいですけど。これ重要そう、覚えておきますか。ロボットまで好まれるとは主人公さんモテモテですね。さてセーブも済んだのでここまでにしますか。もともと単発予定でしたが、なかなか歯応えがあるゲームなのでシリーズ化するかもしれませんね。それでは次回がありましたらまた会いましょう。ご視聴、ありがとうございました。